山地さん。おはようございます。おはよう。何してるんですか。は？中学生みたいに椅子に階段座って。お腹空いてるわけよ。はい。お腹空きました。そば食べたいなと思って。秋そば、冬そば、夏そば、春そば。年から年中そばでございます。はい、そばです。確かに、あれさ、うん、だいたいよ、沖縄の人とかってよ、うん、もうそば屋2軒3軒押さえてしまったら、うん、自分の行きつけ、はい、もうこれ以上冒険しなくなるわけ。確かに、確かに。そう、俺もそうだわけ。そうですよね。そう、で、あっち美味しいってよとか聞くけど、うん、ほんとかとか言いながら行かんばよ。わかる、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 わかる。こんなのいるさ。うん、ね、で、今よ。ネット、2024年最新版見てるばって、うんはい、第5回沖縄そばランキングってから、はい、これでチャンピオン取ったお店に行ってみよう。あ、すごい。じゃあ1位ってことですね。1位本当かなと申さないとな。ネット俺あんまり分からんから、うん、沖縄そば米浜。おお、本当だ。この橋もあるさ、ほら初めて来た。沖縄の橋の形してるさ、うん、見てみようね。一緒だ。橋と一緒。はーし、行ってみよう。はーし、行ってみよう。どこね、これ。すごい。こっちか。おー、定休日のスイートも食ってよ。うん、長いじゃない。いいっすか。今、カウンターしか空いてなくて、カウンターしか空いてない。そうそう、なので、もうちょっと待って、テーブルが空くので、少しだけ。ありがとうございます。はい。まず、愛嬌、愛嬌100点だな。可愛かったな。なんかサイトによってはさ、違うとこが1位だったりもあるからさ、難しいよね。これサイトの闇もあるかもしれない。これお金払ってからよ、うん、SEO 対策ってからよ、ネットが上に来るようにとか、金持ってる人はバーってやるの。それだから美味しくない蕎麦屋の実態かもしれない。はい、呼ばれました。はい。ちょっと選手に行くよ、選手に。はい、さあ、行こう、バッテリーして。はい、さあ、行こう。私、昨日も空いたんで。みんなびっくりするから。すごいね。本当だ。お願いします。ちょっと、YouTube の方も撮らせて。何回か来られてるんですか？リピーターで。すげえ。これ知ったのは何でですか？兄弟かーい。これネットランキングで1位じゃないですか。これを見て俺らも今日うーんって感じで来たんですよ。ね、ネットにまさかお金かけてるとかじゃないですよね。違うんですか。違う。だからそれをチェックしてみてください。チェックしてみて。そばって言ったらね、まあ、MG でしょ、うん、ね。そばで育ったようなもんですから僕は、ね。もうでもあれだよ、はっきり言わせてもらいますからね。はい、そばはまずよ、基本家庭の味やんばね。確かに。俺はカツオが濃ゆい味は好きじゃないわけ。なんでか、うん、聞いて、なんでかって。なんでですか。お母さんが毎日作るのよ。小学校からもうずっともうあのカツオの濃ゆい味を母親が作り続けて食べらされたから、うん、外に出てまではカツオは食べたくないっていうインプットされてるわけさ。確かに、確かに。そうそう。でも大体カツオ、まあ塩梅とかもあるはずだけどな、うんうんうん、麺との調合だよね、これね。こういうよ。あ、まず水まさしさ、まさしさ、水まさしさ、水 OK。 メニュー書いて、人気ナンバーワン軟骨、塩軟骨そばきそば。これ美味しそう。これいいね、うん、まずナンバーワンからいきましょう。ナンバーワンのナンバーワン、さあ、あれだよ。でもランチ系でも、うん、A ランチ、B ランチ、C ランチってあるから、C ランチが一番美味しいんだから。あーはー、だからあえての三枚肉行ったりとかよ。あ、確かに。変化球投げないとよ。確かに。あ、炙りスーチカーとかもあるね。へえ。あ、いろいろ。あ、これも美味しいや。これ見てわかる。美味しそう。見てわかる。え、テビチもええ。あ、臭みよー。臭みよー。値段もや、全然こんな大とこで950円って、ね、もう1000円オーバーするところいっぱいあるじゃないですか。いいですね。うちなんち向けだね。へ、よしよし、じゃあ選ぼうか。はい。じゃあまず人気ナンバーワンの塩軟骨東京そば、はい、で変化球投げて3枚肉いくか。いいね、いいね。オッケ
はい、じゃあ塩軟骨ソーキそば並みの、はい、1個あっさりと三枚肉のこってり、はい、でこれジューシー2個、2個ということですかね、はい、あとよろしくお願いします。お願いします。注文通りに来るといいな。楽しみ。マチカンティー、マチカンティー。今日は、今日は礼儀正しいですね。何前さ。いや、俺カメラ回ってる時だけあれだ、あれだよ、アホみたいなことしてんだよ。わかる？そうですか。いつもお店に来るお客さんね、なんかいつもの MG さんじゃないとか言う。ディミーさん、ディミーさん。カメラ回ってないとこでや、うんなふら不自してたら大丈夫や。誰もみんなな、失礼極まりないですよね。分かってるばよ。すごい、すごいです。前の動画の前コメントで。人の見て匂いがいいですね。匂いがそそるよね。そそるね。匂いがよ。マチカンティー。クーラーにこう流されてきますね。うちも何年ぐらいだろう。4年って言ったらもうじゃあコロナ真っ只中ね。コロナ中に会いたような感じだな。すごいっすね。すごい。結構お家でもしょっちゅう食べ出されたら味じゃないですか。そうでしょ。こんなやばい、こんなのがいいばよ。ね。いいね。セータスって言ってから、なんかあの味を考えるぞ。お母さんの味が美味しすぎるから、出すっていうのとかするば。確かに聞いたことある。うん。俺はカツオなんじゃ食べたくないし、しゅうさっき。うん。美味しくなったわけよ。お母さんに失礼。だしもつもりはない。カツオ、生のカツオ入れて、醤油入れてないかなって思う。それまた評価するのは身内じゃないか。この多分そばから食べに来た人たちが、そうね。アケミ、アケミのそばって大丈夫しいなって友達がどんどんお家に来るよ。ああ、はは。あ、確かに。有名だよ。学校とかでね、最初ね。また同級生のお家でもいっぱいあったのに、ね、あいつのお家そば美味しいよってみんなの襲撃、襲撃かけて。なんちゅう顔してる。何顔これ。新しいけど。待ってる。お姉さんが、お姉さんが。はい、じゃあ来ました、これ。おいしそう。これがまずあっさり。これが通常の、あるでしょ。あっさりですね。あっさりでしょ。まず匂いからいく。鼻詰まってるか分からない。これは豚骨ですか？豚骨、豚骨ベースですね。ああ、いいね。そう、カツオではないな。豚骨ベース。ああ、いいね。あ、麺のこの、あれもいいね。うん、あの曲線。曲線こう縮れてますね。東総もコーナーリングみたいな。コーナーリング、ね、じゃあちょっと私から言わせてもらいます。どうだ。おお、さすが、あの美味しい、うん、名前の頭に塩って書いてるだけあって。おお、塩。ああ、パンチなんだ。塩がパンチになっていて、柔らかい豚骨が襲撃してくる。ああ、いいね。なんていうのかな、殴られた後にこの胸に抱かれるって。あ、優しい豚骨。はい、アフターフォーケアみたいな。夫婦だね、これね。夫婦なんですか。うん。ああ。麺との絡みは？うん。麺はね、もうこれ見ないでもわかる、この。いいかもしれない、これ。美味しそう。この太さと、うん、この縮れ方、うん、ストレート麺ではないでしょ、うん、こういうのはよ、あの味が乗っかってくるわけよ。はは、絡んでくるんだ。
どう？麺もしっかりしてる、しっかりしていて、しっかりしてるしっかりしてる、これはやっぱりこってりだから、こってり、油が結構、次はこってり、こってり、うまい、こっちが好き、どっちが好き、こってりがいいかもしれない、面白い、ラーメン要素というか、がちょっと入ってる、あの豚骨的な、どう、どっちが悩むな、悩む、気分で変えれる感じだね、じゃあね、こってりかもしれないです、そう、ジューシーも感じんですよ、ちょっとよ、やっぱり塩を打ってるだけ、塩がパンチ強いから、こってりにしてた方が油で包み込まれて、この塩がボンって分散されて旨味に変わっていってるような感じで、すげえ、だからこってりが、そう、あっさりはあのカバーが、さっき言った塩が打撃してくるんだけど、あのレフリーが倒れ込んだ時に女になっていて包み込むんだけど、これがでもレフリーやんばい、男のレフリーやんばい、これはこってりは女のレフリーで、しかも G カップぐらいあって、うんうんうんから助けてくれる、表現よ、意味が分かった、1位の意味分かりますか、すごい、楽しいね、すごい、これ何、あのキックボクシングが総合格闘技に入ってきてる、これ寝技が来たな、これ分からん、寝技分からんけど、ちょっと感触の味がバーッと入ってくるかな、これジューシーが、醤油風味なのかな、これ、なんか楽しいってことだね、醤油風味かもしれんな、楽しいね、美味しい、コラボいいな、あっさりからね、塩がパンチしてるから、塩がパンチくるの、美味しいね、塩が殴ってくるんだよ最初は、本当だ、もう麺なんか持っておかるね、麺もしっかりしてるし、インブビーチに行く手前のあのコーナーの曲がり方してるから、結構味を乗っけてくるんだこのコーナーが、すごい、歯応えある、歯応えあるでしょ、だけ結構置いてても伸びない麺というか、確かに、軟骨ソープ、おいしい、ほんまよ、ほんまよ、まさやさ、これネット通りだね、ということで、ネット通りでございましたね、本当ですね、なかなか良かったんじゃないでしょうか、MG 評価点ではいけば貼ってはいかな、すごい、いつも厳しいのに新しさもあるから、新しさ、確かに4年前ぐらいにコロナの絶頂期ぐらいで開けたっていうところから、でバズるまでに来てるから、すごい、これもともとの家庭の味を出してるような感じがする、はい、ということで皆さんぜひ米助に違うし、米浜様ね、食べに来てくださいね、はい、ということでチャンネル登録、高評価、ピッ
よろしくやっぱりね、美味しい蕎麦屋では大体青年会が働いてるはい、青年会、うん、じゃあ、ただよろしくや、作り方教えて教えたらね M ハマー蕎麦って ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。あ、もう、大丈夫。すごい。やったね。サインも。米浜。カタカナで米浜。うちも個人的なのですいません。